よいたのニュースチャンネルです。視聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していこうと思います。今回は西日本新聞から箸に関する記事ですね、食事に使うお箸に関する記事を一つと、合わせて関連サイトなどを紹介していきます。5月26日の記事ですね。かぐや姫のような竹箸、熊本のメーカー開発、国内外で受賞をとあります。こんな感じですね。はい、では記事を読んでいきます。熊本県南関町でしょうか、南関町の竹箸メーカー山地区山崎清人社長が1年半がかりで開発した自社ブランドおかえりが全国の名品コンテストで上位入賞やアジアのデザイン賞受賞を相次いで果たした。九州産の竹を使い技術の粋を突き詰めたシンプルな箸と商品名には、再び日本の食卓に竹の箸をという思いが込められている。おかえりは山崎社長の長男で専務の翔吾さんが企画し、昨年春に完成した。家族をイメージした長さと持つ部分が異なる太さが、長さと持つ部分の太さが異なる5種類、人差し指の付け根に当たる部分、当たる上部をソフトな筆心地になるように丸くし、指先を擦れるところから先を転がらないように四角く成形した。箸先は通常の木材なら割れるような細さ、軽いのに強度があるのが竹の素材の魅力と翔吾さん。箸の頭には昔食堂でよく見かけた懐かしい色と赤色にした。箸を収める八角形の紙製容器は竹取物語がモチーフ。蓋を取ると竹を連想させる斜めの切り口からかぐや姫のように箸が姿を現す。翔吾さんと社員たちの思いを熊本市在住のデザイナー佐藤勝明さんが形にした。おかえりは昨年12月、全国から名品を選ぶ日本の宝物グランプリ工芸部門で準グランプリを獲得。今年1月にはアジアの優れたパッケージデザインを表彰するトップアワードアジアを受賞した。山地区は創業57年で社員26人、6年前 IT 企業勤務を経て入社した翔吾さんは、輸入木材の箸が市場の9割を占める現状に、国産の竹箸の魅力が消費者に伝わっていないと痛感。相手先ブランドの生産、各 OEM をいくつも手掛けてきた高い技術力を持つ社員たちに、より大きなやりがいをと考え、初の自社ブランドを提案したという。利用減に伴い切り出されなくなった竹が増殖し、山林を荒廃されさせる悪循環を改善したい思いもあった。翔吾さんは、おかえりが家庭の団らんの場で、気がつければ食卓になるような存在になってほしいと話したとありますね。以前、メンマの国産化ということで竹林が荒れているということを話題、ニュースで取り上げましたが、やはりその竹に対する竹林の整備ですね、一つの問題になっていますが、それに関する意味で竹をもう少し、消費していこうということもあるみたいですね。はい、こちら、山地区に関するホームページがこちらですね。はい、山地区という感じで、和紙の専門メーカーみたいですね。はい、こんな感じで、今回記事にしました。おかえりに関してですが、父の日、母の日セットでいこうって、2000セットで3960円ですね。はい。ではもう少し下に行きますと、こちらですね、おかえり。1膳で、1430円と1650円の、2つ、5種類あるということですが、短めの方が1膳1430円で、長めの方が1650円ということですね。で、こちらですね、3000セットで5390円というのもあるようですね。はい、こんな感じ。その他いろいろな、竹製の箸ですとかが、竹製だけ、そうか、これ木製でしょうか。いろんな箸がこう、用意されていますね。安いもので、550円、660円ですが、いろいろこうありますね。子供用の880円とか、菜箸が440円ですか。そんな感じですね。あとは1000円を超えるものもあったりというのがありますね。ですが、試みとしてはやっぱ面白いとは思うんですが、あと名前入れ330円ですが、こちらですね。数量限定1万円の箸というのもありますね。彫刻入りは2530円。試みとしては面白いと思うんですが、やっぱり値段でしょうかね。100円ショップに行きますと、
まあ、100円で普通にこう竹製ですとか木製の箸がありますし、もし場合によってはこの100円で、2年3膳入っているお箸というのを売られていますから、それにすると、まあ、1膳でこの、まあ、1000円を超えるものというのはやっぱりその辺の値段の手ごがいいものはいいとは思うんですが、やはりその値段の差を埋められるだけの魅力があるかどうかということになってしまうんですよね。それよりも100円で済ませようかっていう感じになってしまう人がやはり大半だと思います。その辺をどういうふうに埋めていくかということですね。はい、こんな感じですね。そしたらこう丸くして、まあ、途中から四角くしたといえば、それの技術的なものですとか感覚的なものかなり優れているとは思うんですが、それのも値段の差を埋めることができるかどうかですね。だからそういう意味ではその、まあ、パッケージで込みで1400円とするよりは別に、まあ、パッケージなしでも1000円切る値段にできないかなという感じもしてしまうんですが、どうなんでしょうかね。その辺ちょっと難しいかもしれませんけれどもね。はい、そしてもう一つこちらですね、産地工芸の炭鉱という炭鉱という形で、あの今回の山市の竹橋ですね、こちらを紹介した記事がありますので、こちらも合わせて紹介します。竹橋は軽く強くつまみやすい竹の機能性に惚れ込んだ山地区の象徴戦とありますね。こちらは、2020年3月21日の記事ですね。はい、皆さんは自宅ではどんなお箸を使っていますか？食卓の道具として私たちの暮らしに欠かせない箸、毎日使うもので自分の口に触れるものでもあり、本来は使いやすさが安全性が何よりシビアに要求される道具ですが、どんなお箸と聞かれても少し返答に詰まってしまうかもしれません。私自身もあまりに身近な存在であるために、お箸とは大体こんなものというぼんやりとした、常識が出来上がってしまい、改めて深く考えることがありませんでした。どんな素材で誰がどんな風に作っているのか、今回はそんなお箸の中でも竹のお箸にこだわるメーカーさんに伺って話を聞きましたという感じですね。はい、かつては定番だった竹の箸、熊本県玉名郡南関町、福岡との県境近くに工場を抱える株式会社山地区は、1963年の創業以来、竹を生かした製品作りを続けてきたメーカー。竹の箸だけというメッセージを掲げ、純国産の竹材を用いた箸の専門メーカーとして日々ものづくりを行っていますとありますね。はい、こちらは工場ですね。まあ、竹の箸だけというのがあのメッセージ、キャッチフレーズということなんですね。はい、で続きます。もう一度竹のお箸を定番にしたい、そう探すのは山地区の3代目で、専務取締役の山崎翔吾さんです。はい、こちらですね、山崎翔吾さんの写真ですね。はい、この、この竹のお手も、あ、お帰りです、お帰りを考えた、山崎翔吾さんが今回、まあ、インタビューに答えてくれたみたいですね。はい、で、こちらですね。で少し記事に戻りまして、今お箸と聞いて多くの人が想像連想するのはおそらく木のお箸。ただ日本の食文化に箸が登場したとされる、7世紀から8世紀頃には主に竹が材料として使われていたとされています。竹という箸という漢字に竹かむりが使われているのついているのもその名残なんだとか。なぜ竹のお箸は少なくなってしまったのでしょうか。竹はあちこちに生えていて身近な素材であるのですが、加工が難しく、ある時から輸入材の方が楽だねという流れになってしまいました。竹は真ん中が空洞で、厚みや曲がりも一本一本大きく異なります。繊維の密集具合で強度も異なり、そのあたりを見極めて同じ形状品質の箸を作るには高い技術とノウハウが必要になるとのこととありますね。確かにそうですね。まあ、木材などに比べれば真ん中が空洞な分、まあ、ロスというか加工の手間もちょっと多くなるということなんでしょうね。で結果、竹の加工をしていた会社も木材加工にシフトしたり、あらかじめ加工された輸入材を仕入れてそこに塗装などの仕上げをするようになったりと、竹のお箸、特に国産の竹を用いたお箸は少なくなってしまったのだそうです。そういうのは竹材が、まあ、竹ら竹林が放置されていた原因にもなってみたいですね。はい、あとこういう感じで加工する工程なども紹介されています。なかなかこう、まあ、一つ一つほぼ手作業みたいですね。こんな感じで、で最後の仕上げから梱包までこんな感じでやっていってみますね。はい、で今回のこのお帰りですね、についても、掲載しています。初めての自社ブランド立ち上げ50年後を見越して、
プロジェクトメンバーを社員から有志で募り、1年がかりで自社ブランドの立ち上げにも挑戦しました。はい、おかえりというブランドを作りました。今回のように問屋さんに販売をお願いする部分も残しつつ、自分たちも売り方を考える必要があるなと。どうやってどんな販路で売っていけばいいのか、自分たちで学び、メーカーとしての在り方を少し変えられればと思っていますと。ですね、こんな感じですね。先ほどの山崎さんですね。最後ですね、こちら、日常の何気なく使っているものにも決して手を抜かない、それがものづくりの良さだと思うんです。竹のお箸を作るところが減ってきた今、メイドインジャパンの竹製の品質は山地区が背負っている、そんな責任感を持ってこれからも取り組んでいきますという感じで、はい。自社ブランドも立ち上がり、竹の箸を食卓の定番にするという山地区の挑戦は続きますという感じで締めくくっていますね。はい、なかなか試み、面白い試みだと思います。あとこれが要は軌道に乗るかどうかということですね。どうしても1000円超え、普通に本当に手作業でやっているので、品質からすれば高いということはないんですが、負担使いだったら100円ショップでいいかなと考えている人をどれだけこういうこのなんていうか本当に手作業で作る国産の箸に向かわせることができるかということですね。そういった感じで今後も見守っていければと思います。はい、ではこちらですね、今回の記事ですとかサイトとか概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ興味のある方はクリックしてみてください。はい、今後もこうした形で地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題、皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では今回はここまでです。ありがとうございました。